ユキナ15歳です。今回初出場ですね。そうですね、グランプリファイナルにも出場してるんですけども、初めての世界ジュニア、出場で、緊張しているとは思うんですけども、非常に礼儀正しいいいお嬢さんですよ。あ、そうですか、はい、予選では B グループで第6位でした。太田幸奈選手でした。先生ですか、ね、非常にいろんなものを取り入れて、外国に行って勉強して自分の生徒さんにこう教えるとか、生徒さんを一緒に連れて行きながら、とか世界選手権も見に行ったりとか、非常に研究熱心な先生なので、やはりそういうことが世界ジュニアにつながってきたと思うんですね。なるほどね、明るい先生ですね。そうですね、一緒にいて非常に楽しい先生ですよ。そうですか、はい、気持ちのいい先生ですから、もうちょっと力強さがあれば、もう一つ多分採点というか点数が伸びると思うんですけども、今は確実にショートをやらなきゃいけないという気持ちが本人にもあると思うので、その辺が一つの課題かなと思いますけども、他にはスパイラルにしても、それから他のスケーティングのフリーにしても非常にこう伸び伸びと滑ってますので、ここを生かしていくといいと思うんですね。今ね、やはり回転がちょっと足りませんよね、ですからここでやはりコンマさんは、引く人でコンマさん引かれてしまう、引いてされてしまうので、その辺でちょっとセカンドマークよりもファーストマークが上がりきらないかなっていうふうには思いますけれども。なるほどね、はい、でもコスチュームなんかの趣味もいいし、非常に本当に、笑顔もチャーミングですね、
で浜田先生って言うんですけどね、もうあの終わると応援団に回って鈴とかいろんなものがあって、もう日本の選手たちを応援してくれるんですけども、あ、じゃあ心強いですね。そうですね、初めての世界ジュニア、この中で学んでいくことたくさんあるでしょうね。そうですね、あの一つ一つなんていうんですか、こう修羅場をくぐってきて、やっぱり大舞台でこう動じないようになっていくと思うんですよ。まあ、あのそばについてる人たち、私も含めてですけど、同じですけれども、やはり選手とともに成長していく、そういうのがやはりこう台の上に押し上げていく力になっていくと思います。なるほどね。中野選手はグランプリジュニアの方の大会、ソフィアの大会では優勝しています。得点が出ました。エレメンツの得点、下が 4.3 です。5点台は2つあります。 5.0 と 5.1 です。そしてプレゼンテーションです。こちらは上がりました。下 4.3 が1つありますが、他は全てが5点台。上 5.3 です。 5.3、 2つあります。笑顔で終わりましたね。そうですね。